日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日はセールについてはい、皆さんこんにちは日本語コンテペイの時間です元気ですかねごきげんようね あのー、ごきげんようって日本人言わないんで、あのー、言いませんから教科書にはねごきげんよう皆さんごきげんようとか書いてるかもしれないんですけどあれはねほとんど使わないし聞いたこともないです、ね、誰かが言ってるのを聞いたこともないでだからごきげんようは使わないいでくださいねあとねこれちょっと気になったんですけどさようならも結構言わないです。 日本人同士でさようならはほとんど言わない。うん。なんかね、友達だったらまずね、またねとかね、じゃあまた、ね、やっぱり次また会お,会おうねっていうね、その気持ちを込めて言います。さようならはね、もうなんか、なんかもう会えないような、ね、感じなんで、ねま、じゃあまたね、気をつけてねとかね、またね、気をつけてねってよく言いますね。うん。だからさようならはあんまり言わないでください。 なので例えば僕とのねレッスンが終わって「はい今日もお疲れ様でした」ね「また次回よろしくお願いします」って言ったらさやとさんは結構「さようなら」って言うんですよ。まあいいですけど、まあ、間違いじゃないんでいいですけど僕は言わないですね「さようなら」って「はいまたね」「はいまた気をつけて」とかね「はいまたまた来週」とかねそんな感じ。 なんかあの、スペイン語で言うとね、アディオスみたいな感じ。あんまりね、言わないんですね、アディオスってね。アスタルエゴーとかね。タルエゴー、タルエゴってアスタルエゴーのことですね。タルエゴーとか。えー、あとは何かな、チャオ。チャオはね、意外と言いますね。なんか知んないけど、スペイン人はね、チャオって言います。アディオスってあんまり言わないんですね。アディオスって。ね、チャオ、タルエゴーみたいなね。うん。で、うん英語でも、英語でもバーイって言いますか 英語は言うかうん。Later とかね。See you later とか。うん。Bye, bye も言うかな英語は言うかもしれないですね。これどうなんですか国によって違いますよね、また。うん。バイ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 言うかなうん。まあ、あとにかく、さようならって日本語ではあんまり言わないですから、あのー、あまり使わないでいいと思います。またね。また会いましょうとかね。 うん、それの方がまたまた次回とかそっちの方が自然です、はいえー。今日のトピックですね。何でしたっけ今日のトピックまた,また忘れてあセールについてですね。セール。うんセール。日本語でセールって何,何ですかセール、ね。ちょっとやっぱり英語と発音が違うのでね分かりにくいかもしれない、ね。でもウィンターセールとかね。 ブラックホリデーじゃないブラックフライデーとかね。ブラックフライデーとかありますよね。サイバーマンデーみたいなね。あと何あとはやっぱサマーセール。なんかいろんなとこでニューイヤーセール。なんもう常にセールをやってます。ね、セール。日本だとセー,ルセールって最近使いますね。あとバーゲンも使いますね。バーゲン。ね、セールかバーゲン。普通カタカナですよね。日本語だと得。得 特売か特売って言うんですけど特売はどっちかというとあのその日だけとか本日の特売とか言ってねあのスーパーとかに行くとスーパーマーケットに行くと本日の特売とか言ってねあの魚のなんかサンマとかねサンマ本日の特売,特売サンマとかねうなぎとかねうなぎはイールですねイール。 本日の特売はカニとかねエビとかねなんかそういうスーパーのねスーパーマーケットのえー、まあ安売りそれを特売って言いますね普通うんセールはやっぱり洋服とかですね洋服とかはセールうんあとアマゾンのセールとかねアマゾンのセールとかで皆さん好きですか買い物買い物好きですか うん、僕もね買い物は嫌いじゃないですねもちろん、うん、もちろん嫌いじゃないただねやっぱり波がありますね波がある波があるというのはあの買い物をしたい時と買い物をしたくない時がありますうんで今はですね僕は買い物したくないなんか状態になってますねまずまず理由はあってですねあのスペインから日本にね帰ることが決まってるので 物をね、増やしたくない。の、ね、を増やしたくない。これが理由です。まあ、あとはですね、欲しいものがない。欲しいものがない。これも理由ですね。これは大きいです。例えば、iPhone がね、僕 iPhone 使ってますけど、iPhone が壊れれば iPhone 買います。もちろん。でも、iPhone あるから、もう2台もいらないですよね。同じようにパソコン、ね、MacBook 持ってるので、 マックブック2つもいいいいらららななですからねいらない今コーヒーを飲んでます。コーヒーを飲みながらこれを書いてます。で、このコーヒーカップもあるから、ね、もう2つもいらないです。まあ2つ,2つ以上ありますね。4つぐらいあるんでもういらない。もういらないね、手帳もあるし、ね、このマイクもあるし、マイクあんまりよくないんでね、マイク,マイクは買い日本に戻ったら買い直します、ね。もっといいマイクにします。あとはテレビもあるし。 洋服もあるし、パジャマもあるしね。本も欲しい本が今ないですね。あと、本をね。読む時間がないですね。本は僕はあの聞くのでね。聞くね。オーディブルで聞くので、あの紙の本はいらないですね。だからいらないし、オーディブルもね。ちょっとね。ちょっとあの溜まってますね。たくさん買って聞いていないなので、もういらない。もういらないですね。 本はもういらない。あとなんかな、枕もあるし、布団もあるし、もう全部あるんですよ。全部あるんです。すべて持っている。だからわざわざもういらないんですね。だから本当に例えば八十パーセントオフとかね、九十まあ九十パーセントオフっで安いな。まあでも例えば半額ね、例えば五十パーセントオフね、五十パーセントオフで半額ね、半額の枕ね、枕。 あの寝る時に使う枕ですね。枕が50%オフって言っても買わない。<laughs> いらない、ね。なぜかというともうあるから。もうあるんで、いくら安くしてもいらないんです。でもね、人によっては、人によっては安かったら買うんですね。ね例えばコート、ね。コート。コートね、僕は今ね、2つ持ってます。2つコート。 うん。だから二つあればもういらないです。二つ以上は僕はね。でも、まあ人によってはですね。人によっては、コートが半額、半額だからね、もう一つ欲しいとか、うん。そうやって服を買うんです。皆さんはどうですか皆さんは買い物好きですかもしくはね、好き、好きじゃなくてもなんかこう、誘惑されてね。<laughs> 誘惑されて50、50%オフとか聞いたら、 欲しくなりますかまあ僕もね、まあそういう、まあセールが好きで買うんですけど、もう十分ありますからね、本当に。まあコートは2つあるし、ね、ジーンズ、ジ、ね、ーパンもう4着かなもう四着あるんで、もういらないですよね。靴も革靴が1つ、ね、でも革靴はあんまり履かないので、革靴が1つ、スニーカーが4つかな もういらないですねあとサンダルが2つもうもういらないですよね人によってはもっと持ってますよねうちの奥さんはもう少し持ってますね女の人はやっぱり持ってますよね靴多めにねあとは椅子もあるし机もあるしね、ペンもねボールポイントペンペンもたくさんあるし紙もねあるしプリンターもあるし 子供の服も、子供の本もいっぱいあるし、おもちゃもいっぱいあるし、もうね、いっぱいあるんです。物に囲まれているんです。だからね、セールとか言って安くなってもいらないんですね。うん。でもね、でもね、あの、今はね、こういう状況になったからいらないけど、例えばですよ、今度日本に戻って、ね、何もないところからまた始まるんですね。何もない。そうすると、 セールとか言ったらいろいろ買ってしまうかもしれないですねああれも欲しいこれも欲しいあれがないこれがない、ね、またいっぱい買うんですねもうそれは繰り返しますよね皆さんの国ではどうですか皆さんの国ではセールがたくさんありますかもうどこの国でもありますよねスペインでは僕の今住んでいるスペインでは夏と冬がお大きいですね大きなセールが夏と冬にあります 何月ぐらいかな冬はですね1月ですね1月にセールがありますクリスマスはないですねクリスマスはセールじゃないクリスマスの前はみんなたくさん買いますからねセールをしないでそこで売れ残ったものね残ったものとかを多分1月のセールで売るんだと思いますあとブラックフライデーもね最近すごいあの有名っていうかねポピュラーになってきてますよね ポピュラーになってきてきるこれは全然日本語で通じますねポピュラーになってきてるまあ人気になってきている日本とどっちがあるか僕はですねうん日本の方が細かくセールをしてる気がします細かく、ね、いつも何か何かのセールをしているような気がしますでもスペインの方があのセールをした時は あの全て安くなりますね。ほとんどのものが安くなる。日本だとですね、あのお店の中の一部だけ安くなって、残りは定価ねそのままの値段とか結構あります。なので、全部じゃないですよね。でも、スペインだと、例えばね、靴屋さんでもうほとんど全部の品がセールとかね。これがすごいですよね。うん、あのヨーロッパのセールはいいと思います。すごく安く,安く感じる。でも、逆を言えば、 セール以外で買う気がなくなくります僕もこのさっき言ったあの革靴1つあとスニーカー4つね全てセールで買いました、ね、セール以外では買ったことないやっぱりねバカらしいですよねセールで半額とかに40%オフとかね50%オフになるからセールままで待とうとう思いますだからこの経済にとってはですね経済エコノミーにとってはあまり良くないかもしれないセールっていうのはね うんえー、あとは最近はインターネットでのセールが多いですねオンラインショッピングでのセール、うん、でもこれはねよくわからないなぜかというと元の値段がわからないものが多い、ね、元の値段がわからないだからアマゾンとかでもですねたまに例えばね僕は買ったイヤフォン、ね、イヤホン買いましたアマゾンででもまああの50%オフとか書いてあるんですね50%オフ でもね元の値段がわからないから五十パーセントオフって本当かなと思うんですよねだって元の値段が元の値段の表示をですね元の値段書いてるとこう高くしてで五十パーセントオフって書いて、まあ、半額にすれば安く感じるけどもともとそれがその五十パーセントオフがですね元々の百パーセントじゃないのね元々その値段が 値段だっったんんじゃないのって思うこともあるんですねだからこれはもうマーケティングのテクニックですよねマーケティングのテクニック。50%オフとかね言ってるけどそ,のそれでもね十分儲かるんですねお店にとっては。儲からないことはしないので多分洋服だとですね洋服だと70%オフぐらいでも少し儲けが出るんですよねまだ、うん。だから普段あのどれだけね 僕たちが洋服を買うときにたくさんお金を払っているかね、そういうことです。どれだけまあまあそうですね。もう安いんですよね。多分作るのがこれが問題ですね。洋服を作るコストがすごい安くなっちゃってるんですよね。なぜかといえばやっぱりあの発展途上国、発展途上国ってわかります？発展途上国。発 発展というのはディベロップメントですねが途上途上というのは途中ってことです途中ってことで今まだディベロピングですねでデ,ィディベロピングカントリーですね英語だと発今発展している国っていうふうに言います日本語だと発展途上国発展の途中にある国発展途上国ですねそういう発展途上国で 安い賃金でですね安,安,安く安い給料でね安い賃金で、えー、労働者ね仕事,働者仕事をします労働者が仕事をします労働をします安い値段で、えー、まあ中国、ね、インド多いですよね中国とかインドパキスタンあとメイドインベトナムも多いなメイドインベトナムあとはえー まあ東南アジアも結構あります。なぜかね、タイ、あ、タイもあるか。タイも結構多いですね。タイとか。でもフィリピンってあんまり聞かないな。うん、タイ多いですよね。タイはあります。でもやっぱりバングラディッシュも多いか。バングラディッシュも多いですね。メイドインバングラディッシュ、ね。あとアフリカの国も。あ、でも、まあ、日本に売っている製品はほとんどメイドインチャイナか、バングラディッシュ。 あとインドもあんまり見ないですね原産国インドうん何でですかねあとベトナム多いですよねやっぱベトナムとそうですねあとたまにメキシコとかねあの辺もありますけどまあほとんどないな日本に売っているものとにかくですね、えー、そういう発展途上国で作られるなので安いんですよあのコストが人件費がね人を使うお金が安いまあとはいえね とはいえやっぱりその人たちはですね安い給料をもらって働くそしてその大企業がですね大企業なんかそういうメーカーとしてですねブランドの大企業世界的な大企業がそこからお金をね巨大な富をですねものすごい量のお金を生み出すわけですでもそのためにはそうやって安く働いている人たちそういう人の努力そういう人の あの労働によって賄われているんですね。まあ、これをいい,とい,ういいというか悪いというかこれはまた、ね、いろんな意見があります。いろんな意見がある。まあ、でもほとんどの人は気にしないですよね。そうやってあのスーパーとかデパートの洋服のですねあとはデパートかあかショップのですねファストファスト,ファストファッションっていうのかなの、えー、セールに行って。 発展途上国のの人々がとは考考えええななないいいですよね逆を言えば考える必要もないのかもかしれない、ね、確かにもう今をね楽しんでくださいねあ安いものを手に入った楽しんでそんなね悲しくなる必要はないのかもしれないでもちゃんと考えた方がいいのかもしれないこれもこれにもまたいろいろな意見がありますそんなことをね常に考えてたら人生楽しめないじゃないっていう人もいればいやいやこれは 地球規模のね、世界規模の大切な話だよっていうふうにね、言う人もいる。僕はですね、僕はやっぱり大事な話だと思いますね。ねしっかりそういうのを考えていかなければいけない。特にですね、子供が働かされていたり、これは一、もう、これはもうすぐにでも解決しないといけない問題ですね。子供が工場で働いている。これは事実,事実ですから。これは絶対にダメです。子供は勉強するべき。 子供は学校に行くべきですそして勉強するべきそれがその国にとってもねこの世界にとってもいいことです勉強することが悪いという人はねまあいるのかなそんな人いますか勉強するのは悪いことだもちろん悪い勉強したら駄目ですよ例えば何かドラッグの作り方とかねなんかの犯罪犯罪の仕方とかねそんな勉強はダメです、ね、でもなんか小説を読んだり 文化に触れたり、ね、アートを学んだりスポーツを学んだり、ねえー、英語を学んだり、ね、日本語を学んだり、ね、悪,い悪いことはないと思いますね。ねうん、なんで子供は学校に行くべきとういうわけで今日はねセールについて話しました。ね、皆さんセール好きですか まあでもね子供がいたりするとですね子供のおもちゃを買うのにやっぱ高いんですよ定価がもともとの値段がセールでもね例えばセールで20%オフみたいななんかそれでも高く感じるんですね <laughs> それぐらい高いんですよね子供のおもちゃってで僕の子供みたいにまだ小さいとおもちゃを買ってももう 1>, 1年も経たなくてもねもう何,何ヶ月か経ったらもう遊ばなくなるんですよね。今,今見れば1年前のおもちゃがもう子供っぽすぎるんですよね。子供はどん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 学ぶしどんどん大きくなるので1年1年前のおもちゃはねもうね遊ばないんですよね。うん、たまにねもちろん気に入ってるのは遊ぶけどやっぱ成長しますから、ね、成長するので、ね、例えば あの2歳になったら1歳の時に遊んでたおもちゃで遊ばないんですよ。3歳になったら2歳の時のおもちゃで遊ばないんです。やっぱり1年違うとね全然違うの、ねね、らそれが、まあ、セールで <laughs> セールで50%オフとかになってると嬉しいですよね。うん、今年はセールで何買おうかな <laughs> 冬のセールで何を買おうかな、ね、今からもちょっと考えますね。 うん、なんか僕はあんまり物は買わないとかさっき言ってたのにもうだんだんねなんかセールの話をし,していたら物が欲しくなりますねこれはマーケティングテクニックかな <laughs> なんかをされてる気がするなん、うん、あの皆さんは物を買うよりもね時間を買ってください、ね、経験を買ってください、ね、勉強に費やしてくださいなので少しでもねあのお金がある人 <laughs> 僕の哀悼器レッスンを受けて、ね、日本語を少しでも上達させましょう。それではまた皆さん「チャオチャオアスタルエゴー」。